2つのアテナエクスクラメーションの激突により処女宮での戦いは終わりを告げた。もはや戦う力を失ったサガたちだったが、アテナはゴールドセイントたちに彼らの命を奪うことを禁じ、自分のいるアテナ神殿まで連れてくるよう命じる。そして彼らの前で、かつてサガが赤子のアテナの命を狙った黄金の短剣で自らの喉を突き死を選ぶのだった。一方、ムーのスターライトエクスティンクションにより12級から遠方へ飛ばされたセイヤだったが、ただならぬ気配を感じ12級へ舞い戻った。アテナエクスクラメーションの余波で気絶していたシリオ、駆けつけたヒョウがシュンと合流してアテナ神殿へと向かう。そこで見たものは、全てが終わった後アテナの血に濡れた短剣だけだ。俺たちは一体何なのだ。アテナを守るセイントでありながら、沙織さんが死ぬまで何一つできなかった。俺たちは無力だった。名ばかりのセイントだ。何を泣き言を言っている。その声はシオン。何、こいつが全教皇でありながらハーデス軍に寝返ったという男か。アテナは死んだ。だが本当の戦いはこれから始まろうとしているのだぞ。何をわけのわからないことを言ってるんだ。アテナの仇くらえ。コスモが燃えている限り、俺は命を懸けて戦う。その程度で私に勝つつもりか。ファイト。お前のようなやつは絶対に許さない。俺好き。やっほー。やっほー。やっほー。何の、沙織さんを。この後に及んでも泣き言とアテナの戦力が地に落ちた。何の、私の怒り、苦しみ、悲しみはこの程度。なんと小さいことよ。何だと。何のそんなことを言われる筋合いはない。かつてはゴールドセイントの頂点に立った。もう私の力を見せてやろう。アテナの仇だ。いや、シオン、お前を倒す。お前たちに伝えねばならぬことがある。いい加減に頭を冷やせ。うるさい。お前から聞くことなんて何もない。抑える。お前はいない。そんな実力でよくセイントを名乗れたものだ。極限まで高まえ。ペガサス、水戦。ウィナー。俺は戦うぜ。全力で戦って勝ち続けてやる。ちょっと手加減しすぎたかな。うろたえるな、小僧ども。よく聞け、お前たち。これからアテナと釈迦の死の意味を、全てのことを教えてやる。そして教皇としてお前たちに命ずる。直ちにハーデス城へ乗り込んでハーデスを倒せ。何？ハーデスを倒せだと。シオン、あなたは敵か味方かどっちなんだ。たとえ死してもアテナのセイント、ハーデスなどに寝返る者が一人でもいると思うのか。ではなぜ今まで執拗にアテナの命を狙いに来たのだ。全ては
このためだ。アテナの血を受けたアテナ心臓が冥道とともに輝きを放っている。これは一体アテナの巨大な心臓が消えた。消えたのではない。よく見ろ足元。あの巨大な像がこんなに小さく。それこそが大いなるアテナのクロスなのだ。お前たちのクロスが蘇る時には人間の血液を必要とするように、アテナのクロスもまたアテナ自身の血を必要とする。しかしそのことを知るのはこのシオンただ一人。ハーデスを相手に戦うには何としてもアテナにもクロスをまとってもらわねばならん。そんな折ハーデス側の方から私たちに誘いがあったのだ。もしアテナの首を取ってくれば死の世界から解き放ち永遠の命を与えると。私たちはそれに乗ったふりをしてこの十二宮に乗り込んできたのだ。アテナにアテナのクロスのことを伝えるために。教えてくれシオン。俺たちは何をすればいいんだ。言ったはずだぞ。本当の戦いはこれから始まるのだと。アテナも釈迦も戦いを放棄したわけではないのだ。何？死んだアテナや釈迦が？それは一体どういうことなんだ。それは、ハーデス側がくれた束の間の命、どうやらそろそろ終わりのようだ。シオン！だがその前にお前たちに与えるものがある。お前たちもアテナの血によってよみがえるのだ、ブロンズよ。これは、そうだ。アテナの血によってよみがえった、それこそまさしく最強最後のクロス。私に構うな。お前たちはすぐにハーデス城へ向かうのだ。そしてアテナにこのアテナのクロスを必ず届けるのだぞ。分かった。必ず。頼むぞ若きアテナのセイントよ。シオン。どうこう。できればお前とは今しばらく語り合いたかった。何？すぐまた会える。そうだな。243年も待ったのだ。今しばらく待ったとしても苦にはなるまい。また会う時まで、さらば友よ。